いしょ、ハングルノートの加藤です。さあ今日はこちら明洞にやってきました。もうねすごいよ、平日の夜なのにすごい人。いやめちゃくちゃ人気の観光地だね、やっぱりね大人気の観光地で、今日はここで今からね韓国エステをね受けに行こうと思います。韓国ってやっぱり旅行に来たらもういろんなところ行きたいじゃないですか。いろんなところ観光したいし、明洞だっていろんなところを回りたいじゃないですか。やっぱそんなことをしてるとめちゃくちゃ歩いて超疲れるんですよ。めちゃくちゃ疲れる。で僕前友達にも言われたんですよね、韓国旅行に来たけどすごい疲れちゃってマッサージとかちょっと休めるところないって聞かれたんですけど、まあ、なかなかちょっと答えることができなくて、まあ、こういうところあるよとは伝えたんですけど、ちょっと僕がねまだ知識がなさすぎるんで、もっといろんなところ知ろうと思って今日はね韓国エステに行こうと思います。で今日行く韓国エステはヘラエステというお店で、めちゃくちゃなんか人気みたいで、すごいのが日本語可能なんですよ。日本語可能でよもぎ虫を受けることができる。よもぎ虫ってねまず女性にすごくいいっていうね、あの老廃物をね出してくれるらしいんですよ。もう僕ちょっとやったことなくて今日はねぜひやってみたいと思います。男性でもね大丈夫なんで、は受けれるんでやってみたいと思います。でそれプラスちょっとね気になってるのがコルギです。小顔コルギ、あのコルギって皆さんね知ってますか？僕昔から知ってるんですけど、めちゃくちゃ痛いらしいんですよ。わかんないですけど僕体験したことないんで、だからそういう風に痛いってめちゃくちゃ聞いてるんで、ちょっと怖くて今までね受けたことなかったんですけど、今日はちょっとね実際に体験して皆さんに感想を紹介したいと思います。ちょっと怖いです、正直怖いです。はいでその他にもリンパマッサージとかも受けることができるので、韓国旅行に来てちょっと疲れた体をね癒すにはとてもぴったりだと思いますんで、今日今からちょっと行ってみましょう。今から施術を受けに行く場所がですね明洞です。明洞にあります。だからね明洞観光をして疲れたら行けばいいと思います。で明洞でもう定番の出口、明洞駅の定番出口6番出口ですね。この6番出口を出てください。6番出口を出たらもうすぐねここメイン通りなんですよ。ここのメイン通り見えます？すっごい人でしょ。こんな感じでめちゃくちゃ大人気です。すごい人いるから、このメイン通りをちょっと行きます。もうここからねすぐなんですよね、めちゃくちゃ近いです。はい、そして誘惑のね屋台が立ち並んでおりますんで、皆さん誘惑に負けていろいろ食べましょう。はい、ここでメイン通りのまず交差点ね、一つ目の交差点に出るんですけど、この一つ目の交差点を右に曲がります。はい、右です。こちら右に曲がるとまっすぐ行くだけです。もうここまっすぐ行くだけで着いちゃいます。明洞は本当に今からが本番ですからね。まあでも韓国旅行いろんな予定を立てられると思うんですけど、やっぱり一日ね動いてちょっと夜もね遊びたいんだけど、ちょっと疲れて足が動かないよっていうこともねあると思うんで、ちょうどいい時間じゃないかな。僕今6時なんですけど、朝昼動いてちょっとここで一休憩ですね、ちょっと体を休めてまた夜のね元気を取り戻すという形で韓国エステ体験するのはいかがでしょうかと話してる間に、もう看板がちらっと見え始めました。もう目の前です、もう目の前です。はい、着きました。こちらです、このヘラエステ。はい、あ、 LINE でも予約できるんだ。そう、僕はねこれねクルックで予約しました。クルックなら日本で予約できるし、クレジットカードとか、はい、ペイペイで支払いができちゃうんでめちゃくちゃ便利です。しかも僕のクーポン使えば最安で購入できちゃうので、皆さんぜひ僕のクーポン使ってヘラエステ予約してみてください。はい、じゃあ行きましょうか。ここ上がってくんだ。お、ここだ、ヘラエステ入りましょう。店内はこんな感じで、わー綺麗。さらに芸能人のサインめっちゃあるよ、すごっ。猪木さんも来てるじゃん、投稿。あ、で、本日はそうよ。あ、ほまっすみだ。わぁ、ハンマン漢方の、ここでしか飲む。あ、そうなんですね。あ、ありがとうございます。行きます。はい、リオンどちらから？日本の愛知県です。
はい、名古屋で待つみだ。ありましたっけ？ちょっと覚えてないです。すいません。あ、な、田梅。森ですよ。わからなかったです。美味しい。で、ね、とんじゃますよ。あ、こんすんだ。ありがとうございます。はい、もうはい。あ、こちらの。はい、そうです。わあ。でも 40% イベントやって、はい、うん、ありがとうございます。お得ですね。めちゃくちゃお得ですね。ああ、今これありえない金額。いや、しかもこんこんなにたくさん今日やってもらえるんですか。そうそう。うわあ、すごい。よもぎ蒸し僕初めてなんですよ。そう、コルギも僕初めてで。コルギ今一番人気。へえ。このエステショップで一番人気のもの今コルギ。はい。それからよもぎ。日本自体がサウナ流行り。ああ、そうですね。で、顔のはうちがクレンジングから全部やっちゃう。クレンジング。あ、顔もやってくれるんですね。へえ。顔はコルギなの。あ、コルギだけかと思ったら、そのマッサージも。そう、マッサージ。クレンジングからあとピリング、角質を取ってあげまして、マッサージの際、顔のマッサージ。いや、めちゃくちゃいいですね。うん、うん、ちょっと普通のフェイシャル料理はちょっと強めですが、うんうん、すっきりしてね。そう、まあ、なんかコルギって痛いって聞くんですけど、そんな痛かな。ちょっと普通のフェイシャル料理はちょっと、はい、あ、本当ですか。もう気持ちがいいです。目が深くし、頭痛が治るし、肩こりも治るのがコルギなんです。そうなんですね。日本にメニュー珍しい。あ、もう全然ないと思います。来年頃流行る可能性も。あ、本当ですか。今みんな流行りに来てるからね、うんうんうん、よろしいでしょうか。ありがとうございます、はい。じゃあ、お質問ありませんか。はい、大丈夫です。コルギさん、もし強めだからね、痛かったら痛いっておっしゃればいいので。はい、わかりました。OK? はい。質問ありません。大丈夫です。大丈夫です。はい、じゃあ、ありがとうございます。着替え室ご案内しましょう。はい、ありがとうございます。わー、綺麗ですね。すごい。めっちゃ可愛い感じになってる。すいません、できました。じゃあ鍵は、はい、あ、こう入れて、入れて、ポケットに、はい、トイレ大丈夫。はい、大丈夫です。 OK、 じゃあ、はい、じゃあ、フトバスからやります。はい、じゃあ、お口行ってね。あ、はい、ねえ、見やせよ。入れて座ってね、足を軽く洗ってから、韓国のマッサージはこれから始まるのよ。入れて、熱いわよ。もう足入れて大丈夫。入れていい。どこになったの。あ、ちょっと熱いですけど。ちょっと熱い、OK、OK。何回も二度するのよ、マッサージの後ね。あ、うん、で、よもぎをやってやったんで、今回くっついてる。いやー、ちゃんと、タレントがでしょ。タレントやってもいいか。今、ちょっと本当に。気持ちよくもさせてくれますね、この人は。本当のこと言っているから。ありがとうございます。すみだね。わあ。すると顔をやるから仰向けになるのよ。ね、はい、ここから施術スタートです。まずは頭皮マッサージですね。これもめちゃ気持ちよかった。ただ気になったのが髪の毛セットしてたから、あ、この後どうしようみたいなことはちょっと気になりましたけど、いや、めっちゃ気持ちよかった。そしてクレンジング、もうこれもめっちゃ気持ちよかったですね。もうね、肌汚いんでどんどん綺麗にしてほしいです。そして肩、肩甲骨の指圧にリンパマッサージ、もうこの辺りからもう僕寝かけてましたね。本当に気持ちよくて、旅の疲れも癒される感じがすごくしますね。そしてこの小顔コルギ、もうちょっと始まってるんですよ。手グーにしてますよね。これね、痛いです。はっきり言えば痛いです。痛いですけど、我慢できないほどの痛さじゃないっていう感じですね。なので、痛いけど、ああ、これぐらいならまだいけるみたいな、もう嫌になるほどの痛みではなかったので大丈夫です。しかもなんかやっぱりね、この後また僕の顔見てほしいんですけど、やっぱりね、ちょっとね、むくみが取れたりした感じすごいしたんですよ。めちゃくちゃ良かったですね。そしてフェイスのリンパマッサージにホワイトニングパックもして、で、足のリンパ、足つぼマッサージもしてくれました。いや、もうね、この辺り、はい、記憶多分ないです。なんとなくやられてる感じはあるんですけども、寝てますね。はい、ほぼ寝てました。はい、気持ちよすぎました。本当にありがとうございました。うん、あー、ちょんちょん飲みちゃいますよ。じゃあ、よもぎ蒸しね。で、じゃあ、もう一個、行きます。
気持ちよすぎて寝ちゃってました。寝ちゃった。薬剤、ヨモギ、これは病院で作ってもらう漢方病院で10種類ね、といろいろ混ぜて今こんなを沸かしてるんですよ。さっきからずっとね、あ、そうなんですか。それでここ座って温めるよ。わ、うん、で、やるためにはね、そのマントを着ないと、はい、あ、で、あ、中は全部脱ぐ、あ、もうマジまで脱ぐよ、全部 で、ここを置けばいい。 で、네最大40分で、うん、면뜨거우면힘드니까어어반드시40분じゃなくてもいいです。自分の体調に合わせて、네、もし途中嫌だったら特にと辛いのよ、暑いからそこは。だから途中私が上がる前にやめたくなったら、네、いごるダムルダッコ、うん、汗を拭いて顔に着替えて降りればいい。네、OK、 네、だから指示もう40分まで、네、おにぎりさん、プロセよ。ね。ね。ね。はい。すみだ。かぶさみだ。ね。ね。けちゃうなよ。ね。かぶさみだ。あ、もうさっきが気持ちよすぎて、まだぼーっとしてる。もう目もなんかね、シパシパして、もう眠たい。やばい。ああ、でもめっちゃ気持ちよかった、マジで。ああ。で、今すっごいだいぶ暑くなってきた。はい、まずこちらは水かな、水いただきました。あとお菓子、はい、こちらもいただきたいと思います。あとなんかね、こっちになんかいろいろ書いてあるみたいです。なるほど、ヨモギ虫の効果の説明が、あ、日本語で書いてあるか。優しいね。婦人科疾病予防改善、はい、こんないろんな効果があります。素晴らしい。まあ本当に女性がね、効果的なものがたくさんあると思うんですけど、男性もねいいみたいなんで、うん、こういった形でね、こういった椅子がねたくさん並んでるから、友達と一緒に来てもここでぺちゃくちゃおしゃべりしながら休憩時間を作れると思います。いや、それめっちゃ楽しいんじゃないかな。カフェ行くのもいいけど、こういうところでねゆっくりするのもありだよね。下暑いね、すごい暑い。いや、でもこれでね、美肌効果とかデトックスが一番いいんじゃない、血行が良くなる、これが一番いいんじゃないかな。デトックス効果期待したいと思います。うん、あ、うんふえ、ポタポタ焼きみたいな感じ、結構いい感じで温まってる。うん、さっきね、いろんなこのヨモギ虫のなんか座り方っていうか、自由に使っていいよっていう感じで、頭までこれこうやってかぶってもいいよって、はい、こんな感じでかぶるのもいいし、多分ね、こうやってね、腕出すのも、はい、こういう感じもいいし、あとお尻の位置をちょっと動かしたりとか、足をこのね丸のところに乗せたりして、はい、くつろいだりとか、足を温めたりとか、はい、してもいいよっていうことでした。いろんな体勢でこうヨモギ虫、体をこうデトックス効果を得れるように、はい、使っていそうです。ちょっと僕よく分かってないけど、これだっていうのか。いやでもね、めっちゃ汗かいてる、めっちゃ汗かいてる、まあ汗なのかな、こう蒸してるから、その蒸気みたいのでこう濡れてるのかちょっとわかんないけど、うん、めっちゃ暑い、この辺りこの辺りめっちゃ暑い。いやー、なんかいいね、マジで贅沢な時間だな。はい、結構汗かきました。もう30分ぐらいやったんですけど、ちょっとそろそろね、はい、着替えたいと思います。このタオルで、はい、体を汗拭いたのを拭いて服に着替えます。結構いい汗かくよ、そこそこ、なんかドハーっていう感じじゃないね、
汗をすっごいバーってかく感じじゃないけど、じんわりかいてる感じ、うん、このまま隠れながら服着ます。 OK、うん、よいしょ、はい、終わりました。いやー、すっきり。じゃあ、行きましょう。あ、ね、くぬさよ、ね、終わりました。いいかなと思ってはい、いや、もう気持ちよかったですね。すごいじんわりあったかくなって。あ、ほんと、ね、はい、右側右側、ね、ね、ね、お茶、お茶、ね、お茶、お茶、お茶、あ、お茶、あ、あ、そうそう、あ、ね、肌がすごくよくなった。鏡見てツルツル。いや、もうなんかさっきカメラで見ただけでもすごいなんか良くなった感じがする。はい。いろんな健康にいそうですね。얼굴이잘생겨서한국여자들좋아하는데。아니야、잘생겼어。한국은이렇게잘생겼어。네。갈아입으시고。はい。네。네, 감사합니다. 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 일부러 성공하시고. 네. 다음에는 여자친구. 아, 네. 여자친구한번 같이 올게요. 잘생겼다. 네, 감사합니다. 네, 바이바이. 네. はい。テラエステ行ってきました。めちゃくちゃ良かったね。最高でした。めちゃくちゃ癒された。もう足も気持ちよかったし、顔ですよ、顔。マジでツルツルになってない。やばい。めちゃくちゃね、マッサージしてくれたから、もう来た時とツヤ違うでしょ、マジで、肌の超綺麗になってる。すげえな、マジで。はい、まあこんな感じでヘラエステさんではね、もういろんなことを、いろんな施術をしてもらえます。ヨモギ虫から小顔コルギ、あと足とか体のリンパマッサージまで。いや、もう最高でした、マジで。なんかぐっすり寝れた感じするで、これね、僕は今回2時間体験しましたけど、1時間コースもあったりするし、いろんなコースがあるんで、皆さん自分に合ったプランを選んで体験してみてください。で、この2時間が終わればもう体回復しちゃったんで、またね、ミョンドンの街を満喫できちゃいますよ。こういう感じで韓国旅行中もいろんな観光地たくさんあって、もう予定ね、スケジュール立てちゃうともうカツカツで、あの、大変だと思うんですけど、その中でね、こういったエステですね、韓国エステ予定を入れておくのはいかがでしょうか。もう疲れが取れて、いろんなことがさらにできちゃいます。お腹も減ってくるしねもっとより韓国グルメ食べれるようになっちゃいますんで、皆さんよかったらぜひ韓国旅行に来たら韓国エステ体験してみてください。はい、僕はですね、こちらのヘラエステさん、クルクで予約しました。クルクなら他にもいろんな韓国エステたくさんあるんですけど、事前予約が可能になるんで、皆さんぜひクルックで予約してください。そしてクルックでここでね、予約するとね、マジで最安なんですよ。っていうのか、僕のクーポンが使えるので、今回はね、1万円以上のコースなので、僕の 5% オフクーポンとか500円オフクーポン使うとよりお得になりますので、皆さんぜひ韓国旅行に来たらぜひ僕のクーポンも使って韓国エステも楽しんでください。はい、という形で今日もハングルノートを見ていただきありがとうございました。ハングルノート加藤でした。ハングルノートでは YouTube 以外にも X、Twitter、Instagram やブログもやってるので、よかったらぜひ他のチャンネルも見てみてください。そして YouTube のチャンネル登録も忘れずに。じゃあね。